賞レースってそのなんていうのやっぱカロリーめっちゃ使うやんの割にさやっぱなんか優勝者以外はあ,のあんまり恩恵がないというかだからなんかひおい効果悪いなっていう感じがた毎年毎年その1年に1回のためにネタ仕上げてでも結局抽選で1番引いたらもう多分その1年終わりやから優勝せんから多分。って考えた時に。 そのなんかネタ作ってる時間をなんかあの別のことに回した方がいいんじゃないかっていう、うん、そっちの方が有意義なんじゃないかと思って、うん、まあもううう引退しようっていう、うん、あんまこれテレビで言っちゃう人いないですか、うん <laughs>